コピー商品とは、意図して、何かに似せた商品である。デッドコピーや、ノックオフとも呼ばれる。合法のものと違法のものがある。他者の人気商品に、衣装、商標などを似せる。ブランドの商標を似せる場合、偽ブランド商品とも呼ぶ。または、自然物あるいは自然物の加工品。例えば食品や宝石などに似せた、人造製品も、コピー商品と呼ぶ。物品の種類により、 コピー食品、コピー車などとも呼ばれる。5、う、機者の商品を模して製造された製品を主に、ベストセラーやロングセラーの優れた機能、設計や高い市場価値を持つ商品を模して製造する。またメディア関連のデータを複製して販売している。ものもこの範疇に含まれる。往々にして、オリジナルの商品と比較して、粗悪な材料を使用していたり、 分解した部品を採寸した際に発生する誤差により、機能や耐久性の面で劣る場合があり、そのようなものは単純に粗悪品と呼ばれる場合もある。サムスンのロゴをコピーしたソンメンの、ロゴサムスンのロゴをコピーしたサンソングの、ロゴオリジナル商品との類似が顕著であれば、オリジナルの権利者が持つ、以下のような知的財産権を侵害することになり得る。日本において、異常権は、有効に、 偽証登録された場合に、初めて保護されることに留意すべきである。他国においては、立体商標権が存在する場合がある。ただし、他社が先行して販売する、独自性を有する物品に著しく類似する、物品の製造もしくは販売や、周知性を有しまたは特別、顕著性を有するロゴ等の類似品を、製造や販売を行った場合は、私的財産関連処方の侵害とは別に、 不正競争防止法に触れることもある。日本では、関税法で定められる、輸入してはならない貨物に、いわゆる偽ブランド品が含まれており、輸入検査時や入国者への税関検査時に発覚すれば、輸入を差し止められる、無許可だが合法な場合もある。多くの場合、国による知的財産権制度の違いや、保護期間の期限切れが関係している、パブリックドメインになった、著作権、 特許権、衣装権は有効期限があるため、期限切れによりパブリックドメインとなる。その時、商品価値がまだ残っていたなら、類似商品が同時多発的に製造・販売されることとなる。医薬品の特許権が切れた場合の後発医薬品、映画の著作権の保護期間が切れた場合の、パブリックドメイン DVD、衣装権の保護期間の切れた、ジェネリックプロダクトなどがその例である。 ただし、知的財産権の有効期限は国により異なるため、他国ではまだ権利が有効ということもある。商標権は無限に延長を可能なので、商品価値がある間に商標権が消滅することは通常はない。権利登録をしていなかった特許権や商標権などは国ごとに登録が必要である。そのため、権利を登録していない国でコピー商品が販売されることがある。 かつては著作権でもこのようなことが起こり得た。NEC がインテル8086の互換チップ V30 を製造したとき、インテルは日本など無法式主義諸国での登録手続きとなる著作権表示をしていなかったため、著作権を主張できなかった。その種類の知的財産権が存在しない例えば、インドでは成分特許が認められないため、他国では 特許が有効な医薬品の後発医薬品を製造・販売できる。ベトナムで売られている偽ブランドの安定化電源装置、ソニーならぬソニル、東芝ならぬ都芝が商標として書かれている。日本、編集1950年代の日本は、雑貨、繊維製品、陶器においてデザインを盗用する業者が非常に多く、輸出品に関する悪評が問題となった。輸出振興により、 国内企業を育成しようとする日本政府の悩みの種でイギリスは外交ルートを通して年に平均40件以上の苦情を申し込むだけでなく1957年には放映した日本の藤山愛一郎外務大臣がデザイン投与を突きつけられる事態まで発展した。ちなみに藤山がデザイン広告の古典的名著口紅から機関車までを翻訳したのは有名な話である。 当時の通商産業省特許庁は対応に苦慮したが解決には時間がかかった。特に繊維製品に関してイギリスは強く抗議していた。ランカシャー地方の生産者は1930年代に商標の投用をしていた日本から被害を受けた記憶を忘れていなかった。この投用問題は外交面においてガット35条問題を引き起こす原因となった。すなわちイギリス。 フランス、オランダを含む14カ国は日本側に差別的対応をする結果になった。これは一面では外国のバイヤーが要求する場合もあったのは事実だが生産者にデザインに関する意識が低かったのも事実である。国としても放置はできない。しかしすべての製品についてこれは自己デザイン、これは東洋王と判別するのは不可能である。 そこで特に問題になっている産業では政府が財団を設置してメーカーに自分のデザインを登録してもらい輸出品のデザインの権利を明らかにする枠組みを作ることにした。言い換えると東洋デザインは輸出できないという枠組みを立法の力を借りながら作ろうとした。また東洋は道徳の問題であり自分からデザインを作ろうとしないた人任せの姿勢から生まれるところから 奨励期間を通じて啓発しようとした。これは消費者に優れたデザインの商品を知らしめることで国民の意識を変え生産者を動かそうとした狙いから出発した。通産省と特許庁は啓発活動として1953年6月に白木屋デパートにおいてコピー商品と本物を並べて展示した。反省点を見つけ出した日本人もいたがやりすぎとの声も上がった。 官僚の高田忠を中心として創設されたグッドデザイン賞など官民における活動で1960年代にはコピー商品は減少した。日本の税関で押収されるコピー商品は非常に多く2011年時点で93%は中華人民共和国で製造されたコピー商品である中国編集中華人民共和国では 山菜文化という言葉ができるほど模倣品が蔓延している。中国ではファッションブランド、電化製品、自動車、バイク等の様々な偽ブランドが平中にはスコーニーのラジオや乾電池、シャークのマイク、ホーンダのオートバイ等の紛らわしい商標を名乗った商品もあり、大きな問題となっている。実際に偽ブランドが先に商標登録されてしまい。 本物が逆にコピー商品として扱われ、有名な無印良品の例のように、中国で敗訴したり、別の商標を使わざるを得なくなった事例もある。実写ブランドを使いつつ、他社の人気のある衣装を真似ることもある。アメリカ合衆国のセグウェイからコピーを批判されていた、中国のナインボットがセグウェイを買収した際は、本家本元がコピーキャットに乗っ取られたとタイム氏に驚きを持って、 報じられた。また、偽造品対策団体の国際模倣対策連合から会員資格を奪われた。アリババ集団のジャック・マー会長は、偽物は本物より優れていると発言して、物議を醸した韓国、編集大韓民国では、メトゥー商品とも呼ばれる、コピー商品が、成果業界で深刻な社会問題となっている。特に成果業界では、新製品開発に、 多額の投資をしても売れるとは限らず、新製品の研究開発に投資するよりも、ヒット商品をコピーする方が簡単でありより確実で、あるいう考え方が背景にある。また韓国ロッテ、脳神のような大企業であっても、平然と日本や韓国内他社の商品のコピーを販売している。こういった商品はただ名称や、 パッケージデザインを模倣するのみならず、競争会社の開発人材を引き抜くことにより、その会社の技術を獲得して製造されるケースも報告されている。食品以外にも、ヤムダのオートバイ用部品ブランド等の紛らわしい商標を名乗った商品もある。詳細は、ライセンス生産を参照オリジナル製品の権利者の許可の下、生産される。 ブランドの商標権がライセンスされる場合には、オリジナルと同じない種類似したブランドで売られるが、そうでない場合は、独自ブランドとなる。品質はオリジナルと同等のことが多い。特に、ブランドがライセンスされている場合はそうである。しかし、ライセンシーの技術力が不足していたり、技術流出防止のために、技術移転が制限された場合などには、オリジナルより劣ることになる。詳細は、 レプリカを参照過去の製品を材料のみ現代品を使って正確に再現したレプリカというジャンルも存在し、これらに関しては熱烈なファンを獲得するなど U の市場が発生している。これらは基本的にオリジナルの知的財産権が残存している場合でも権利者がライセンスを与えているもしくは権利者自身が製造している正規商品のため偽物とは言えない。しかし、 一度市場に出た正規のレプリカが、レプリカと明言されずに売られることはある。スーパーコピーとは、オリジナル同様の材料、素材、部品を使用し、熟練した職人たちが一つ一つ手作業で手掛けて、完成した、外見、機能、品質あらゆる面において、正規品と並べても違いがほとんど見つからないほどのコピー商品である。正規品を販売する店頭の中に、 このスーパーコピーが混じってしまい、誤って売られてしまい、問題になったこともある。極端な場合では、オリジナルメーカーが、コピーメーカーの模倣技術に目をつけ、正規の製造権を付与することでコピー品の撲滅を、図ったり、コピーメーカー枚買収して、模倣技術を製造コスト削減に活用することもある。哲学者のジャンボードリアールは高度な消費社会では、 本物と偽物の境界線はなくなるとして、ハイパーアリアルとも形容した。天然のものが高価であったり、貴重な場合などに、しばしば生産される人工の製品、合成比較などは、このジャンルでは最も成功した部類であり、天然比較にはない防水性や耐候性から、むしろ必要とされて利用される場合もある。服飾関係では、かつては貴重な毛皮の代わりに、最近では、 動物の権利問題など、モラル面から、フェイクファーも多く使われている。食品関係で有名な例として、はかにかまぼこがある。かにかまぼこは消費者が、本物のカニを加工した食品と混同するとして、農林水産省の指示で、カニを商品名に使えなくなった経緯がある。実際は、スけそうダラのすり身を使い、カニの煮汁で風味をつけたかまぼこである。人造食品としては、 大正時代からある育児用、粉ミル力がある。また、科学技術の発達から派生した技術を用いた、近年における代表的なものとしては、腎臓いくらがある。気配薬や性的負の治療薬の模造医薬品も多い。ありがとうございます。